千年屋俊幸はフリーアナウンサー。元テレビ大阪アナウンサー。岡山県総社市出身。鉄道ファン。関西大学社会学部を卒業後の1982年、開局したばかりのテレビ大阪へ、新卒の一期生として入社した。同期入社のアナウンサーに、広島ホームテレビから移籍した沢田久子がいる。テレビ大阪への入社後は、 スポーツ中継の実況を中心に、報道、情報、バラエティ番組の司会など幅広く活動。プロ野球中継への実況デビューは、横浜スタジアムでの横浜対応、ホエールズ対阪神対ガース戦で、当初は阪神側のベンチリポートを担当する予定だったが、実況担当の先輩アナウンサーが、体調不良で緊急入院を余儀なくされたことから、急遽実況を任されたという。 また、入社2年目の1983年から始まった、在反民放テレビ5局による、未動筋パレードのリレー中継には、テレビ大阪を代表して、第1回から他局の看板アナウンサーと並んで参加していた。1989年から1998年までは、ロードレース世界選手権の中継で実況を担当した。 1993年には原田哲也の GP250 クラスチャンピオン決定の舞台となったフィム g p での実況の際、隣のブースにいたワウワウの中継映像に音声が飛び込んでしまったことがある。この際解説を務めた山田淳によれば、レース直前になって日本との間の回線が切れてしまい、急遽国際電話で実況音声を送ることになったが、 その影響でヘッドセットが使えず自分の声の大きさが把握できなくなり、しかもレース展開も相まって最後は絶叫状態となってしまったのが原因だという。2008年4月にアナウンスルームから企画宣伝部へ移動したことを機にアナウンサー職を一時退いていた。2012年に編成局次長へ就任。2013年4月1日に 編成局次長兼アナウンス部長として、6年ぶりにアナウンサーとしての活動を再開した。2019年3月31日付で、テレビ大阪を定年で退職。この退職によって、テレビ大阪開局当時からの現役アナウンサーが、同局から姿を消した。翌4月1日から、フリーアナウンサーに転身。退職前の2018年4月からキャスターを務める。 優しいニュースについては、かつ火曜日担当で引き続き出演する。アナウンス以外の部署への移動による、出演中断期間を含む、ありがとうございます。